皆さん、こんにちは。ヨガジェネレーションの三木蔵でございます。いつもチャンネルを拝聴いただきましてありがとうございます。さて、今日はとっても素晴らしいゲストをお呼びして、もうね、今日は深い話になると思いますよ。はい、ちょっと楽しみに聞いてください。こちらの方をご紹介したいと思います。クルシナグルジ先生ですイイ <laughs> グルジこんにちは こんにちは久しぶりですね元気ですかじゃうんグルジは今どこにいるんですか今は新潟ジョガスパニー新潟のところでいるんだねそう今日はこのグルジ先生をお招きしてとっても深い話を聞きたいと タイトルはですね今日はスタッフからこの話をぜひ聞いてくださいということを、あのー、任命されておりますので、えー、とっても深い話ですがテーマを発表したいと思いますなぜヨガ哲学を勉強した方がいいのかっていうことですね <laughs> 深いな <laughs> グルジーもうこれはグルジーに聞かないといけないわなんでもうズバリ聞こうかななんで ね、今日本はヨガ流行ってるけれどもこうエクササイズのね要素の、えー、ヨガがすごく流行ってるけれどもあのインドでヨガをね生まれてからもずっと学んできてるグルジからすると何でヨガ哲学を勉強した方がいいのかっていうことをお話しいただきたいんだけどお願いできますかヨガの哲学、うん、ヨガを教えてる人やヨガやってる人、うん、すごく大事です。うんうん、最後は ヨガ哲学を勉強しないとヨガの目標何が分かりにくい、うん、なるほどなるほど目標ね。うんそグルジーにとっ、はいうん、どうぞどうぞ。一時的な目標と本当の本番的あと、うん、最後の目標をち。ちょっと違う。うん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 、ちょっときも,もうちょっとき聞かして。それグルジにとって ヨガの目標って例えばどんなこと一時的一時的分かってその永久的目標のことわかりやすくなるけど一時的に体的な効果とってもいいなあー面白いうん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 一時的な目標はうんうん体的なこと体よりもうちょっと長い間元気になることは心ですなるほどこれはじゃ けどちょっと長,長くなってます。うん、じゃあ<の>一時的と中期的と長期的だね。<laughs> 3つあるね、はい、じゃん。もし10度、えー、が続けたら、体心を越えて、周りも周りも一緒に平和になります。すごいな。すごいこと聞いてるな。周りと一緒に平和になって、あと最大、うん、最後、最後は。 周り平和のののづいた後一番永久的ヨガの目標はみんなの平安平安皆さん聞きましたか今の日本人あんまりこの言葉使わなくなったな平安です、ね、グルジあのってことは平安とよくヨガしてる人は幸せとかハッピーとかって言うけど平安と幸せの違いとかって何なんですか、はい ハッピーは一時的で体と心の関係。うん、なるほど。ハッピーは一時的で楽しむ関係。関係うわあ。皆さんわかりますかとっても僕は今感動してるんですけどもなんかこう幸せになろうとかハッピーだー時間を過ごそうとかっていうのはまあ あの心と体がこう一致して自分が感じることでありおそらくグルジが言いたかったのはその先にあるものそれをずっと続けていくことによって永久的な平安が訪れるようになるとこれがヨガの最大の目標っていうふうに多分僕は聞こえたんですがなるほどすごいなだからその平安のゴールというか最後の目的を知っててヨガをやるか知らずにエクササイズとしてヨガをやるかでは全然違うと。 なんで違うよか一時的体的な元気になってもいきなりなんとかなります。うんな体なんとか病気になります。いきなり風邪ひいちゃいます。その時にうん、うん、その目標のことを分からなかったら、その最後の目標を分からなかったら、多分そこで心も打ちます。ジョガもちょっと疑うなります。悩みなります。ありがたいお話をグルジありがとうございます。<laughs> 何かグルジアの今からヨガ始める人もっと言ったら今ヨガしてる人に何かメッセージとかあったら言っていただけますかヨガをする上で大事なことでもいいし何かこう今ヨガやってる人たちへのメッセージとかこれからヨガ始める人たちへのメッセージとかあったら嬉しいなと思うんですけどいかがですかはいうん皆ヨガは続けてください。 全ての体、心、世界、魂、この人生を超えた後、うん、次も全てに助けてるなんとかあったらそれがヨガです。他はそのぐらいないです。うん、全てインテグラルです。全て入ってます。うん、だからヨガやめないで知識毎日毎日高めて。知識の高めは一番知識高いことの名前は 今言ったとおりで平安です。平安ですね。平安の意味が楽しみが知識の高さです。うん、そこまで行くから皆んがガやめないで、うん、毎日ジョガの勉強してジョガの練習してください。ありがとうございます。皆さんよろしいですか今日はとっても深いお話を聞けましたね。こう、ヨガのもう哲学をなんで勉強するのかというよりももっと深いこうヨガをなぜ やっっっったたううがいいいいのののかっていうようなとってよななとともああ本質的な話だったと思いますあのグルジ先生にはね今後あのヨガジェネレーションの中でもたくさん講座ありますけれどもこの何だろうないわゆるポーズといわれるあのエクササイズ要素の強い部分ももちろん楽しいし大事だと思うんですけどもう少し一歩二歩深い部分でヨガとは何かっていうところをですね 一緒に情報を配信していけたらなと思いますね。ぐるじ先生、またぜひお付き合いくださいませ。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございます。はい、それでは皆さん、はい、またお会いしましょう。はい、ありがとうございます。<で>は